中、山金に君は、日本の男性お笑い芸人、ボディビルダー。本名は、中山小に吉本総合芸能学院大阪校22期生、吉本工業所属、福岡市立和城東小学校、福岡市立和城九中学校、福岡工業大学附属高等学校、サンタモニカ市立大学運動生理学部卒業、福岡県福岡市東区出身。 学生時代から筋肉質な体格だったが、当時はボディビルよりもバスケットボールに熱中していた。また、高校時代の同級生には、女子柔道家で、シドニーオリンピック同メダリストの草壁慶がいる。高校卒業後は、吉本総合芸能学院大阪校に入学し、デビュー前の素人段階で、関西地区にて1998年10月30日放送の、探偵。 ナイトスクープの依頼、世界一種を早く回せる男に出演している。これは、バスケットボール選手が指を回す、際の仕草であり、現在も公式プロフィールの趣味欄に記載されている。1999年に NSC を卒業し、筋肉を使ったギャグを行う、ピン芸人、中、山金に、君として、吉本工業からデビューした。芸名の名付け親は、 NSC の先輩でもある原西高行だが、原西が当初考案した芸名は、中、山がない単なる、金に君であったという。2001年には、吉本新喜劇に入団し、店員や役座の古文役などを担当する、筋肉質な体を使って、筋肉アピールをしながら喋るネタを一通り終え、兄貴分に、やるだけのことはやりました。と報告して突っ込まれるというオチが定番だった。 2003年1月第24回 ABC お笑い新人グランプリで審査員特別賞を受賞した2006年新ネタとしてアメリカの文化を日本に紹介するためノースキャロライナ州からやってきた男という設定のキャラクターキャプテンボンバーを考案し同年のあるマイナス1で決勝に進出したこの時は舞台上に中山金に君の家を置き金に君とは 別人という設定でネタを披露した。笑いの金メダルにキャプテンボンバーとして出演した、際に共演した、クリームシチューの上田に尋ねられても、カくなに、中、山金に君であることを否定していた。所属する新喜劇内でもキャプテンボンバーを前面に、押し出し、自身を主役にした、新喜劇ボンバー。ガスターと、また、大阪府仙南郡三崎町にある、三崎公園の、プルランド、 ディオイメージキャラクターに起用されるなど知名度を大きく上げた。同時期には恵まれた身体能力を駆使して当時流行していた最強の男は誰だ壮絶筋肉バトル、スポーツマンナンバー1決定戦などのスポーツ特番に出演し、数々の好成績を収めている。一度目の留学、編集2006年10月9日に芸能生活を一時休業し、 一年間の予定でボディビルダーにとっての聖地であるロサンゼルスへ向かい、自らのトレードマークである肉体を強化するための筋肉留学を行った。2007年2月9日、カリフォルニア州サンタモニカで全編英語のライブを行った。当初1回公演の予定だったものの現地の観客が多数詰めかけたため、急遽2回公演に変更し、 およそ100人ほどの聴衆を前にライブを披露した。現地では、ノーバディーノーズイーはコミュニックスタイルと評され、賞賛を得たと報道されている。キャプテンボンバーも披露し、日本とは逆に、日本の文化をネタにしていた。2007年8月31日、初めて自らが主演、監督、脚本を担当した35分の自習制作映画、キャプテンヒーローを公開。2007年9月7日、 予定期間を終えて筋肉留学から帰国。帰国した模様が同日に放送のチチンプイプイで取り上げられた。9月8日、セアネンに生出演。帰国後初のテレビ番組出演となり、9月10日にはナルトモにも生出演した。9月29日、セアネンに帰国後2回目の生出演し、レギュラー番組に復帰した。 2007年の M-1 グランプリのために、同じく筋肉質の芸人、ヤギマスミと漫才コンビ、ザ・健康ボーイズを結成、準決勝にまで進出する好成績を挙げた。2008年もザ・健康ボーイズとして M-1 に再挑戦しており、現在もそれぞれの活動と並行して、不定期でのコンビ活動を継続している。同年には、ダウンタウンのガキの使いやらへんで、 筋肉料理研究家マグマ中山として出演し、以降も定期的にこのネタを行っている。2度目の留学、編集帰国後の芸能活動を順調に再開しつつ、あった2008年1月23日、1年間程度では大した成果が出ないとの考えから今度は永住覚悟、あるいは無期限での筋肉留学を開始した。アメリカでは1度目のように肉体強化だけではなく、 語学勉強や空手ジムに通うなどの本格的な留学計画を立てている。渡米後、カルフォルニア州の2年生の公立大学であり、アーノルド・シュワルツネッカーの母校でもある、サントモニカカレッジに留学した。再留学後も定期的に帰国しており、留学40日後の2008年3月3日には、ビザの申請のため急遽帰国し、改めてアメリカに向かっていた。 3月27日発売のモンスターハンターポータブルセカンド G の CM 芸人編に起用されたほか M-1 グランプリへの再挑戦のため10月29日にも一時帰国している日本滞在中はライブスタンド08大阪への出演に加え留学前まで準レギュラーだった聖夜年おはじめ爆笑レッドカーペット同年12月末に再ベイ。 留学の目的の一つとして、アメリカの映画やコメディショーに出演したいという夢があり実際、オーディションにもいくつか合格していたものの、留学ビザしか取得していなかったため出演は叶わなかったという。2010年7月、先輩の灘ギブがブログ上で、留学前より線が細くなったと写真付きで報告しており、むしろ筋力的にも衰えた状態となっていた。2011年1月、 サンタモニカ市立大学運動生理学部を卒業した。成績は GPA3.38 と高成績を収めており、授業も日常会話もすべて英語の環境で真面目に授業を受けていたことが明らかになり、憧れのシュワルツェネッカーの名も正確に発音できるレベルの語学力を獲得した。卒業を記念してレーザーラモン HG をゲストに、 マッスルコメディー3筋肉留学卒業公演をキャンパス内で開催して好評を博した2011年2月2日3年間の留学を終えて正式に帰国し芸人に復帰するとともに東京進出の意向を明らかにした同年12月31日ダウンタウンのガキの使いやらへんでの年越し企画笑ってはいけないシリーズである 絶対に笑ってはいけない空港を24時に出演した。また、2013年には、同シリーズの、絶対に笑ってはいけない、地球防衛軍24時内で、松方弘樹が演じる防衛軍長官によって、ダウンタウンの松本人志にコードネームとして、松本金に君が使用された。2012年7月4日、映画、アベンジャーズのイベントに出演し、 そこで縁の深いヤギマスミの結婚式についての話題から自身が25歳のベルギー人女性と交際中であることを明かした。しかし、深く追求されると、得意の筋肉ネタで煙に巻き、記者たちを苦笑させた。2014年5月、5人座長体制を取る新喜劇で座長を務める一人である小屋部線豊かの東京新喜劇公演に招集され、日替わりゲストとして出演した。 同年には同じく、小部の主催する、小部ソニック2014ファイナルにも出演した。2019年9月、特撮テレビドラマ、仮面ライダーゼロワン第1話で、ヒューマギア、腹筋崩壊太郎役を演じるとともに、その解認定、ベロー様ギアの声も演じ、その役名と熱演ぶりから、放送当日のツイッターでトレンドに入るほどの話題となった。また、 人々を笑わせることに喜ぶ同キャラクターが、怪人化させられて悲壮な最後を遂げるという展開に、ちなむ、単語、腹筋崩壊タローロスが合わせて、トレンド入りを果たしたことに、中、山も感謝している。後に、自身の YouTube チャンネル、ザ・筋肉 TV、ザ・マッスル TV のサブチャンネルで明かしたところによれば、オファーを受けた当初は驚いて令和初の怪人という、 ことからも演技への不安にかられたが、役名を見て良い意味で肩の力が抜け、撮影の際には、バラエティ番組とは違った現場の雰囲気を楽しんだという、テレビドラマ、編集ウェブドラマ、編集、ありがとうございます。